マスイシギは、日本の指揮者。東方女子高等学校音楽科、東方学園大学指揮科卒業、同研究科修了。岡部森弘、斉藤秀夫、小沢誠治、秋山和義、小高忠明、フランコフェラーラ、レナード・バーンスタインに指示。1978年タングルウッド音楽祭に、スカラシップコンダクターとして参加。 1982年パリオペラ座でオペラ上演に関わりつつ、研鑽を積む。また1989年文化庁、派遣在外研修院として、バイエルン国立歌劇場に留学し、ボルフガング・サバリッシュの助手として、数多くのオペラ上演に参加した。1989年群馬公共楽団の指揮者に就任。1992年ウィーン木管アンサンブルと、 共演し、その様子は、ウィーンフィル創立150周年記念ドキュメンタリー、番組、ウィーンは、いつまでも変わらないに取り上げられ、全世界で放送された。1997年11月、ロストロポービッチ式新日本フィル期演奏会で、ブリテン、戦争レクイエムの小ーオーケストラの式を務めた。また、1998年冬季長野オリンピック開会式での、 第9演奏においては、合唱とオーケストラをまとめる指揮者の一人として演奏に携わった。得意とするオペラではこれまでに、ドニゼッティ、イルカン・パネルロの日本初演などを指揮。また、NHK テレビへの出演や斎藤記念、オーケストラのヨーロッパ公演に副指揮者として参加するなど、シンフォニー、オペラの両面で、精力的な活動を続けている。現在、 京都市立芸術大学名誉教授、東京音楽大学教授、専属学園音楽大学客員教授、ありがとうございます。